ポッシブルさんの反省を聞いてみよう。そんなんじゃないだろ最初。まあまあね、リアクションとかね、やっぱりやってますけど、エイジさんは、電流のエイジさんはじゃないんだよね。うちのガヤだけだよ。俺どこでも電流やってるわけじゃねえから。うちガヤでも電流キャラでしたもんね、うちガヤで。低周波キャラですよ。一回うちガヤで、低周波のさ、やつで、なんか一回だけ仕事あって、なんかあの、営業で、携帯だっけ？そう、携帯。携帯かなんかを、でなんかすごい機能がついたんで、それの携帯の告知を兼ねてなんか低周波で動画撮りますスローで、でお客さんとかもさバーって言って、イエーってまずやったのを撮るじゃん、イエーって、でそれのリアクション撮ったやつをお客さんで、あの俺がスローモーションでイエーって痛がってるのを見るってやつがあったもうほんとゆっくり滑っただけで、なんじゃこれ、瞬間的だから面白い。いやそう、なんでスローにしてスローで面白いとかないんだよ、みたいな。一回見たやつだしね、一回見てるし、それが遅くなって流れてた。あれは地獄だった、ほんと滑るもん。そうね、そういうお仕事もじゃ一回あったんですね。一回はありえないお仕事ね。やっぱね、やっぱいろいろね聞いてみて、あの多分普通の芸人が辿ってきた道じゃないと思うんですよ。そうね、いやいやいや、普通よ。一歩しぶるさんが歩いてきた道って、そんなに波乱砂利道と言いますか。まあそうだね、まあ、メインロードではないですよね、舗装された道は一切走ってないです。砂利道でもガタンゴと言いながら走ってますよね。まあ言ったらちょっと僕らとも似たようなところで、あとはもう本当原点というか、我々の喧嘩芸の、そうですよ、始まりですから。そうだ、最初の犠牲者です。そうだ、てか発起人です。はい、最初の犠牲者です。最初の犠牲者、本当にお前らはでっかい昆虫とでも戦ってるって言ったひどいやつだよ、本当によく先輩にそれ言えるね。本当にあれは、あれ本当ひどかった。100% 全部僕が悪い。本当だよ。てか本当に確かに、はい、もうあの多分今もう見てびっくりすると思うんですけど、はい、丸くなったじゃないですか、めちゃくちゃ。はい、前は尖りまくってて、100で多分俺らが悪いね。そうです、あの本当に。そうね。なんていうんだろう、切れてる時のさ、うん、言ってる言葉だからさ、はい、なんか刺さったよね。はい、本当に思ってるじゃんってなったから。本心が出てる。お前本心じゃん。今はさ。その怒らなきゃでさ、言ってるやつとかもあるじゃん、ネタとして。あの時の酒井のは本当のやつだから。そうそうそう。だってあの、別に受けもしないですね。あの、なんだこらってなりましたもんね。乱闘になりましたもんね。ちょっと知らない方ももしかしているかもしれないんで、ちょっとおさらいすると、本当僕らが芸歴4年目ぐらいの時に、本社でネタ合わせをしてて、それでまあちょっと単独前だってピリピリしてて、出囃子が決まらなくて、ね、ネタも作れなくて、で、それで喧嘩。もう大喧嘩したんですね。当時体育館が使えたから、その体育館でもうほぼ24時間いろんな芸人が打ち合わせとかネタ合わせやっていい時期だったんですよね。そうで、もうそこに多分本当に 4,50 人ぐらいも本当にもういろんな部屋入ったりとか外にいたりとかいて、一番最初もそこで僕らが喧嘩で殴り合いになって、一番最初あの岸さんとかが止めてくれたの。その岸さんとかがやめろやめろって止めてくれたんですよ。であんまり覚えてない、ね、覚えてないでしょ。りょうちゃんはもう切れてたんで、でりょうちゃんがもうやめろっつって、りょうちゃんが多分俺のこと左手殴って、その時に殴ったんですよ。で俺もなんか一発多分殴ったと思うんですけど、そしたらブチ切れて帰ったんです一回。帰るわっつって帰って、で俺やばかったなっつって思って、その体育館の渡り廊下ですね、あそこの中庭のところに行ったら、もうブチ切れたりょうちゃんがまた帰ってきて、あやばっって帰ってきて、出てくるなーって。俺も鮮明に覚えてる、覚えてますよね、あの渡り廊下で、はい、うわまた始まったっていうね、はい、あのベンチがある、そうそう、わかるー、出てくるなーっつって、なんで出ましょうの態度って。でまあ、別に俺は怒ってもないですよ、もう、まあ、ぶち切れてはいるんですけど、あのなんだおいこらってなった時に、元エリートヤンキーの西島さんが、うわ、ね、そうですよ、あの一応ね、はい、あのその若手の時代では風紀委員と言いますかね、はい、劇場の、いろいろ注意する役というか、まあ、昔言うと綾部さんがやってたりとか、はいはい、その系列、もう系列で、まあ、西島さんがやってる時、ほんで、まあ、劇場のすごく、まあすごくあのスケールの小さい巨人師匠みたいなことですよね、うん、あのちょっと怖かったじゃないですか、やっぱり西島といえば、
そう、だからその挨拶とかね、結構6年ぐらい、はい、先輩、6年先輩で、やっぱりまあ俺らもちょっとピリッとするぐらいですね、いたら、うんうん、ですけどもうこっちはブチ切れてるんで、うん、西島さんがなんかたまたま通りかかったのがあるんですよ、パッと来て、うん、お前ら本社でしょ、喧嘩やめろお前なっつって、まあ、先輩もいるんだしよって言ったら、なんか両親がてめえに先輩らしいことされた覚えねえんだよやばいよ。すごいよ。で、そんなこと言った。俺は鮮明に覚えてるもん。俺もだって聞いた。で、俺らはそれを俺らね、西島さんに焼肉とかを奢ってもらったことがあるのよ。やっぱそれ、はいはい、それを境に言われちゃうさ、はいはい、西島さんが、はい、それは俺ら後輩は黙っておけないじゃん。で、はいはい、でちょうど単独前日のインポッシブルさんが渡り廊下のもうちょっと端っこの練習生だったんですよ。インポッシブルさんも追い詰められてた。そうそうそう、俺らも次の日だったからね。はいはい、そしたら多分それを聞きつけた英二さんが、うん、おいでも先輩ってもなんて口聞いてんだおい、でも100で切れてきたんですよ結構来た来た、うん、まあでも確かにそれでも熱い感じですよね。そうやもうあの時はもう本当に西島さんの焼肉がボーンって浮かれて焼肉すいませんお前焼肉おごってくれた人にってあれ焼肉切れだったじゃん、ね、俺は焼肉さえおごってもらえれば誰にでももう忠誠最低じゃん誓うから確かに、うん、そんな裏があったんですね。そうそうそうそれでもうてめえ何やってんのっつって、うん、いやいいでしょ関係ないでしょみたいなでそこでもちょっともうエイさんとリョウちゃんがもうバーってなって、うん、でそのまま本当に体育館になだれ込んだんですよ、ね、あなんかね二人でもう喧嘩し合いながら、うん、あ止める感じかな。 でもそれでも僕は金ちゃんにかかってたんじゃないこうやって、そしたらやっぱ止める感じだったじゃないですか。でそう止めてくれるとしないけど、うん、もう最終的にはこの二人になってそれを俺とヒルさんが止めてた。そうそう止めて止めてたの。そうなぜ覚えてるね。俺全部覚えてるもちろん。俺も覚えてるの、うん、あれは。ですよね。はい。それでなぜか体育館の方入ってったんですよね。で四人でこうなぜか流れ込んでたらうわーって流れ込んでって。もう本当ミニコントみたいな。はい。でお前やめろやめろお前らやめろとりあえず落ち着けっつって。はいはい。で俺はだからうるせえてめえらにもう関係ねえだろどっか行けやってもうぶち切れてるんで。はい。でてめえ先輩のそんなこと言うのも関係ねえだろって俺も切れてて。はいはい。あんだてめえらみたいな。だったらもうりょうちゃんが黙ってろと。まあ、お前らも巨大コンチと一緒戦ってるやそれでヒルちゃんがぶち切れた。それでヒルカラさんがもうめっちゃ温厚な、はい、一回も人に切れたことない。俺見たことないよ、はいはい、ヒルちゃんがあれ以来怒ってるの、うん、俺は見たことない。マジで初めて切れたこの剛毛な毛がこう逆立ってるのにゃーって何よーってすごいよすごいよマサルさんみたいな。そうそうっつってマジね図星すぎたんだね本当にこの野郎って前日だし俺あのね、漫画とかでは聞いたことありますけど普通の人から何を追うんだよ何を追う何を亮さん、亮さんも亮さんの口の切れ方よ。で、そこでヒルさんのドロップキック、そうドロップキックバーンってやってれば、たぶん普段もあんまやらないんですよね。いや、切れたことないですあの普通こうなんですけど、ちょっと空いてて、サッカーがすっぽりその間に入るっていうストンストンって間に入るっていうダメだよね恥ずかった、俺ずっと天井見てた本当の喧嘩だったら負けてるからそのこれでも瞬殺されてる。そうですよね、そこからもでもそんなのも受けるわけもなく受けるとかじゃない、本当にマジでやばい空気になりました。いろんな人が止めに来て、うん、だから最終的に、はい、あの2700の安藤島さんとかが止めてくれたんだ。止めてくれてやめろみたいな感じ。お前らお前らあーっつってお前らおもろいんだからよみたいな、お前らなんかこの間あれだろみたいな、今宮恵比寿で2位取ったんだろっつって羨ましいよみたいな言ってた。俺らも取りたかったんだよ。そこでちょっと笑っちゃって、そうそうそう笑いな喧嘩して、いや、なんすかさ、2位ですよ今宮恵比寿なんか別にどうでもいいでしょみたいな、子供が漫才する大会ですよ、子供漫才コンクールだからね。で、それでちょっと本話終わってなんか、ね、落ち着いて本話してなんかその後落ち着いて、まあでもその後もふてくされてはいたんですけど多分、うん、なんとなく謝りみんなに謝り言ったんですよ、僕ら、うん、それが本当きっかけでね。でも首だと思いましたね、あの人がもう。それがな、多分あのいろんな噂で回って、とんでもない奴らがいると喧嘩して止めに行ったら、なんか悪口言われるらしいっていう。すごいよな。もう武人さんがあの喋ってくれて、ジュニアさんに、ラジオで、でしかもそのラジオ俺聞いたんですよ、今も多分残ってるんですけど、最初にジュニアさんもね、面白がってるというよりかは
ほんまやばいやつやなみたいな、マジみたいな。で、武田さんの方が逆に、いやだからちょっとなんか止めたらなんか面白いんじゃないですかみたいなこと結構言ってくれて、プレゼンしてくれて、すごいな、いやでもそんなやつおる今みたいなところから、うん、多分まあジュニアさんもちょっとまあ面白がってくれたのか分かんないですけど、うん、ざっくりハイタッチまで企画で、企画にしてくれたね、ヒートモグの喧嘩を止めようって。でも本当そのパッケージができたのはもうインポッシブルさんのおかげなんで、インポッシブル、インポッシブルさんが止めてくれなかったら、まあ、あのゲームもできてないですからね。なんか嬉しいな、はい、もうそう考えたら嬉しいな、はい、僕らの本当に育ての親というか、育ての親、絶対思ってねえだろ、絶対君の親です、ジュニアさんの名前しか出してない。そう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 、あとだとしたら YouTube 呼ぶの遅すぎる。本当だよ、うん、何の本気も感じてねえな、もうちょっと序盤に呼ばないと。そうだよ、なんかいろいろ呼んだ挙句俺ら呼んだ、ね、絶対そうじゃん、絞りかすだよ、絞りかす、そうするじゃない、一番最初のゲストでいいですよね。そうだよ、第1回で。そうなってくる。でもいろんなところで、それこそこの間アンタウォッチマンとかで、あ、そうですね、あの、そうだね、インタビュー受けてもらったりとか、金田さんだけだったかもしれないですけど、そう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 、はい、いやだから俺らもお仕事な、いただいたのか、そういうのそうですね、まさか、そういう経緯がありまして、あれも10年ぐらい前ですから、うん、ちょうど10年前、ちょうど10年目なんで、ちょうど10年前、あれが2014年、はい、はい、そうですね、でも、あれですね、見た目変わらないですよね、そう10年前から。いや、特にヒルさんは、ヒルさんはそのままですよね。いや、でも俺太ったよ。いや、めっちゃ太ったよ。太りはしましたけど、やっぱ、老けもしないし、確かに、本当にこのまんまでしたよ、見た目。顔とかももともとなんかあんまり老けてたじゃないですか、うん、あ、元からね、だから結構年齢が追いついてきたというか、うん、あ、そう、こんな感じで、あ、やっとだわ。ただやっぱりこのエイジさん、こんなコリアンモンスターみたいな髪型じゃなかったチェホンマン、チェホンマンの、チェホンマン、コリアンモンスターを言うよな、俺に会った時に韓国の、韓国のイテウォンクラスに出てきましたもん、いましたよね、うん、あ、セロ、韓国ドラマで普段おちゃらけてるんですけど、乱闘の時一番はっちゃけです。はい、コリアンモンスターね。いいじゃないですか。いや、俺、え、そうなん、韓国刈り上げですよね、これ。これ一番怖い感じ。これ怖いよ。いや、怖くないよ。芸人じゃなかったら怖いって。怖くないよ。え、今おいくつでしたっけ？俺今40。40？ 40？ 40？ 40？ いや、この髪型がめちゃくちゃ怖いですよ。いや、いいだろ。いや、もうね、ほんとヒルちゃんの髪型ばっかみんな目いくの。ああ、おでこが狭いのか。おでこ狭いのか。おでこが狭い。もう俺もほんと、だから何か欲しいと思う。キャラが欲しいと思ってってことですか？で、これ。で、たどり着いたのがコリアンモンスター。コリアンモンスター。ありませんよ。でも、それ生かしたギャグとかあるんですか？いや、ねえ、ねえ、ただただただやってるだけ、ただやってる、たまに、いや、ベレー帽じゃねえよとかあるけど、そういうのあるじゃん、そういうのコリアあんまかけてないんですね、コリアは全然すごいのよ、だから芸歴はもう今年で何年、20年目、20年目ですよね、20年目なのに、こういうことさ、ノリでするってもう1年目じゃん、やってること。しかも、ゲーも1年目のままなの。おいお前、お前やばいよ。お前、え、待って、10年前から変わってないじゃん、お前。なんなこいつも、全然変わってないじゃん。あれや、進化してないってわけじゃなくて、1年目がやりそうな芸風で、そのままレベルアップしてるっていう。一番やべえの、金ちゃんだよな。そうですよ、本当に。そんなもんやべえの。金ちゃんがこの10年で、ね。いやいやいや。僕よりモンスターになりまして、そんなことです。ちょっとまあ言い方すみません、失礼でしたけど。でも本当に我々の本当に効果不効果というか、まあいろいろインポさんがいなかったらもう、インポさんって言うたんだ、お前さ。みんななんて略してるんですか。まあインポさんって言うしかないもんね。でもこれ収益つかなくなっちゃうから、インポさんになっちゃうと。じゃあポッシブルさん、ポッシブルさん言い過ぎると、そうポッシブルさん、インポってダメなの、多分インポじゃないですか。でも文字で出すのは一番インポっぽくないんで、確かに本当よ、そう、確かにギリギリじゃないですか、チンコやんだって。確かにもうチンコ収益後ろから見たらもうチンコ、これあもう完璧じゃん、これのアップはもうリアルだ、リアルじゃない、ガンじゃないですよ、左肉じゃ、これも使わないですね、はい、モザイクかけてもたいかけてるの。でも我々よりは5年先輩の、はい、いわゆる NSC 東京でいう花の10期生じゃないですか、うん、オリエンタルラジオさんとか、うん、まあ、ハンニャさん、グルポンさん、トレンディーさんとか、
いっぱいいますもんね。いっぱいいる中の裏十期ですよ、ね。裏十期の筆頭ですよね。まあ、そうだね。裏十期でごめん、インポさん以外に誰がいる？ウルトラブギーズさん。ああ、ブギーズね。ブギニーか。ブギニー。ブギニーと、はい、カタツムリとカタツムリさん。あと暗黒天使さん。暗黒天使さん。いやもう、ね、暗黒天使はもうやめてるでしょ。はい、いや、やってるんですか、やってるんですか、あんちゃん、うん、あんちゃんって呼んでるんですか、あんちゃんやってると思うけど、そうそうそう、やってるんですか、うん、あんまりなんかね、見ない、見なくなっちゃう、最近ね、はい、うん、裏十期はいるんですよ、結構いるか、じゃあ裏十期の中ではもう主席だから、まあね、裏の主席ね、裏の主席なんですよ。だってどの十期生に聞いても在学中から面白かったし、うん、在学中からあれをやっていたみたいなことを、いや、そう、そう言われたら味はマジで変わってないですよね、うん、でしかもメディアに出ると結構早かったですよね、割とね、うん、そう、1、そうね、2年目でもう、うん、あのでっかい昆虫と戦うやつで、なんか、ね、そうそうそう、あれ僕先になんかバキを読んでたんですよ、うん、あれってインポッシブルさんを見た、いやいやいや、まあ、もう俺らも、俺らもバキ読んでた、バキ読んでて、そう、そう、あ、そっからインスパイアされたっていうか、そう、バキ読ん、はい、なんかにあのニーズっていう、あの、ありました、はい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 、はい、あれでオーディションで特技やんなきゃいけなかったと、はいはいはい、うん、あの時に俺はなんか座禅を組んだのをジャンプしてケツで缶を潰すっていう特技があったんだけど、ヒルちゃんだけ特技がなくて、うん、どうしようってなってる時に俺ほんとバキ読んでて、うん、このあれ、この見えない昆虫と戦うの良くないみたいな、うん、で最初ヒルちゃん一人で、俺一人で戦う、あ、そうなんすか、 そしたら作家の山田さんが、はいはいはい、それお前ら二人でやれよって言われて、うん、そう、そう、それさ、あ、じゃあそっから本ネタに、バキからなんですね、バキ、そうそう、バキ完全に、うん、じゃあ完全にもうそれ特技から本ネタになってったみたいな、そう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 、でもあれで最初なんか一世風靡で言ったら、いや結構テレビバー出ましたよね、まあ、ネタ番組は出ましたもんね、あ、そう、バキを読んでなんすよ、あれ、そう、勝手に俺板垣さんがパクったと思ってたんですよ、全然、全然、そんなことなくない、板垣先生がもうパクるわけない、板垣先生がパクるわけなくない、そんなことなくないって、お前最初こっち側だったろ、お前コロッと変えたじゃん、コロッと今最初こっち側でしたね、そうか、あれバキってインポッシブルさんのこと見て書いたんですよねみたいに言ってても、うん、でもそのぐらいどっちが先か分かんないぐらいなんかね、あ、そのぐらいの時期でしたよね、うん、そうそうそう、いや、だからその本当になんかもう芸人はもう大好きじゃないですか、はい、インポッシブルさんを、うん、もう芸人であんまりインポッシブルさんの悪口を言う人がいない、だから僕らがインポッシブルさんに悪口言ったってなってめちゃめちゃ評価が下がるわけですよ、いや、まあね、あんな優しいインポッシブルにそんなストレートなこと言うやついなかったぞ、あんなに芸人から好かれてるインポッシブルに、でもでもよく考えたらそうかみたいになってる、そうだよ、はい、まあ、でもそこからもいろいろね 100% であのネタやらずがありますもんね、ね、はい、いろいろと、なのでちょっとまあ僕ら の, あの経緯というか出会いはそんな感じなんですけど、はいはいはい、今日はお二人の半生なんで、あの生まれたところから、いやいや、マジでそこから罰ゲームなんだって、そう、気になる、俺らの半生誰も知りたくない、いやいやいや、もうグルメなんですよ、みんな、あの親も見てますから、はい、もう性癖がもうみんな狂いまくっちゃってて、はい、そうです、はい、もう本当に見たことのない人の 見たことのない部分見たいみたいな感じだった、すごい綺麗なあのキー局のアナウンサーさんからも、うん、鬼越チャンネル見てますって、え、何の回見たんですかって言ったら、結構ディープな話の時見てたりするんで、この間それこそあれですよ、あの長野さんの回を見ましたとか、はいはいはい、結構あの僕の大好きな、はい、あの竹内さんっていう、もともとテレ朝にいた綺麗な人がいるんですけど、おお、鬼越トマホークさんの YouTube いつも見させてもらって、うわー、マジで、だから本当に意外と、うん、あのモテるかもしれません、もしかしたら、マジで、そう、だってこのチャンネル見てる女性は、うん、エロいですよ多分、うわ、絶対に、だって普通見ないですもん、あ、そう、普通は見ないですもん、だってこれにたどり着いてるってことは欲求不満ですから、はいはい、だから本当に FC2 とか X ビデオを見てる感覚で見てるんですよ、うわ、え、待って、有料のエロチャンネルそうそう、エロチャンネル、だからエロチャンネルは喋、りやすくないですか、あ、なるほど、なるほど、ね、ファンザとかと一緒です、ファンザとかと一緒、はい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 、エロチャットだと思う、エロチャットだと思えば課金してもらったら、うーんってこう俺がどんどんこうやって、ありがとうございますってなるやつね、そうです、そうです、それぐらいの感じで、うん、そうでしょ、そもそもその生まれというか出身ってどこですか、ひるかさんどこですか、俺神奈川、あ、うん、神奈川、そう、神奈川だとは、え、東京じゃないですか、東京の新百合とかの方だと思う、あ、でもそうなんだけど、最初生まれたのが小田原で、え、小田原なんですか、そうそう、で、なんかいろいろあってその今のその新百合ヶ丘の方に
そう川崎の方に。何歳ぐらいでそれが多分2歳とかそんぐらい。あ結構早めに。そう。じゃあもう小田原の記憶は特にないという。もうない。でひるちゃんあの小田原から引っ越したあれ知らない？え経緯知らないですか？知らないです。えこれえこれ。これ、俺ね、これ聞いてほしい、マジで。え、聞きたい、それ知りたいです。ちょっと長くなるんだけど、俺がまあ2歳ぐらいでも全然ちっちゃい時に、はい、当時小田原に住んでた家が、なんか借家がこう3軒 L 字で並んでるところで、はいはい、L 字で。そうそう。で、この L の空いてるスペースで、はい、母ちゃんが洗濯物干してたの。はい、そしたらこう L 字がこう並んでる、ここに住んでる老夫婦のそのおばさんが、なんか昼川さんっつって、私変な夢見たのよね、みたいな。旦那が花に囲まれてる夢見てみたいな、何ですか気持ち悪いですねっつって話してたら、はい、その1週間後その旦那さんがなんか病気かなんかで突然死した、心臓発作みたいな。でそれで葬式行くじゃん、その近所の吉みたいな、はい、でその奥さんに大丈夫ですかご愁傷様ですみたいな感じで言ったら、はい、ずっとなんかこう震えててどうしたんですかみたいな聞いたら、私が見た夢の通りっつって、その花に囲まれてるその旦那さんのあれになって、えこんなことあるんだみたいな、はい、なってからまたほどなくしてその母ちゃんが洗濯物干してたらそのおばさんが来て、で昼川さんまた変な夢見ちゃってみたいな、で L 字3軒こう並んでてここに住んでる真ん中のが結構年配のおじさん一人暮らしの人なんだけど、その人がなんかどっか遠く行っちゃう夢見ちゃってみたいな、あそうですかっつったら、ほんと1週間ぐらい経った時にその人が交通事故で死んじゃったの。で死んじゃってその日に家族会議が起きて、はい、ちょっと待ってこれあれ予知夢見るおばちゃんがもしこうポンポンポンでこの昼川家の夢見たらやべえぞっつって、終わるぞこれ、そうですよね。で俺まだ2歳だし、はいはいはい、これもう引っ越そうっつって、はい、夜逃げ同然で引っ越した。そうで川崎の新百合の方に引っ越したって、世にも奇妙な物語みたいな、いやそうやばい、やばくよくでもこれ聞いたよってあのノリで言いましたね。いやマジで俺これを10年ぐ組んで10年ぐらいで話してきて、いやお前が怖いわと思って本当にこいつそういや怖い話あったな、マジで聞いたもん。そうそうそう、じゃこれ多分あの吉井さんのチャンネル呼ばれます。あもう吉井さん話してる。やっぱこれ怖いよ。いやこれ怖いし、うん、でもその両親からしたら、うん、昼川さんをもう守るためもあったもんですね。もう2歳の子に何かあったらみたいな。ね、そう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 。それ昼川さんだけですかお子さんは？あでも弟はまだ生まれてない。そうそう。でも。そのだからいやすげえな、待望の第一子が生まれたタイミングで、うん、その L 字型の家に呪いみたいのがあったとかですね。多分そうじゃん。で変な不気味な予知夢見るおばちゃんがいてみたいな。でもそれで夜逃げ同然で、夜逃げ同然で、そう。でもどうしますか、その予知夢見るおばちゃんが、うん、なんか昼川さんこの間夢見たんだけど何年後かにこの赤ちゃんが大きい昆虫と戦ってたんだよね。全部当たってる。いやいや怖すぎるよ。そう言われても引っ越しますよね。まあ、その時はお笑いやるなんて言わない。だから昆虫関連で死ぬんじゃねえかとか。引っ越せってなるね。確かに。そういやすごいな。ちょっとそのあそっかまだご存命なのかわかんないですけど、あってみたい。あその、ね、L 字型の団地自体はあるんですか。いやもうないんじゃない、わかんないもう。でも借家っていうの団地っていうかもう本当に一軒一軒、一軒一軒の借家。平屋の借家だったか。すげえな。昔ながら。なんか本当に世にも奇妙なのが。これえでそれがもう新百合に引っ越して、そこからずっとそっち側です。そう。お金がなかったわけじゃないってことですよね。夜逃げ同然だけど別に。ああそうじゃない。もう普通借金とかしてた。じゃあしてたわけじゃなくて。怖すぎて。怖すぎてのがもう。そう。だから話しかけられたくないです。そう。もう次の話しかけられがもう、うん、また変な夢見ちゃってってなったらもうやばいじゃん。だからすげえな。そのおばちゃんからしてもさ、うん、ある日突然いなくなってたらさ、うん、でそれで夢見てるかもしれないよ、昼川さんちが遠く行っちゃった。まあね、だから言ってないから、言ってないから知りたくないよな、そんなのも本当に、ね、ちょっと言ったら実現しそうだね。確かに洗濯干してる時に聞いちゃったら発動するってことよ。ああそういうことか。そういうことですよね、多分そこが、うん、ちょっとが起こらなければ、うん、はい、そうパラレル的な。そういやもう2歳からどんな経験してるんだ。早いな。いや俺記憶ないから、まあ、そうそうそう、それを
2歳で記憶ないのに、うん、何年か後に両親にそうそうそう聞いて、あ、そうだったのみたいな。何歳の時聞いたんですかそれ。それ多分高校生ぐらいかな。遅くないですかそれ。まあでも、うん、でもちょっと受け止めきれないからね。わ、まあ、かんないから。小中だとちょっときつくないこれ。小中で幼稚園の話されても。そう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 。じゃあ小田原で生まれたことは、うん、なんとなく知ってたって。そうそう知ってた。なんで引っ越したかっていうのは知らなかった。なんでそうなんでだろうなみたいな。だそれをコミ組んでからも10年間温めてたってことね。そう温めてた。びっくりしたよ本当に。すごいな。そうそうそう怖いな。なんでそこが親友で、エイザはどこですか場所。僕は福岡。え福岡県。福岡ですか、まあまあ、知らなかった。いやいや、俺はイメージなかったです、福岡。なんか意外と、はい、なんか埼玉っぽくないですか、うん、埼玉とか千葉。北関東の感じですよ。どういうイメージ。いや、なんか、そう、韓国とか。チャンプロードとかに乗ってる感じというか、このイメージ。あ、ヤンキー。ヤンキーっぽい。俺ヤンキーっぽい。めっちゃヤンキーっぽいっすか。なんか嬉しいじゃん。嬉しいの。俺ずっと真面目に生きてきたから。嬉しいの。あのでもヤンキーっつってもそのなんて悠々白書で言うと桑原みたいな。いや桑原めっちゃかっこいいし。桑原あ魂熱くて顔も後輩思いだし。だお前は腐したつもりだけどめっちゃ喜んでる今。桑原でよかった。桑原で。桑原でよかったの。ブスだけどね。桑原ブスだけど。ゴリゴリの桑原。ゴリゴリの桑原か。いやね、福岡なんですね。福岡だから、はい、親両方とも長崎の人で、はい、で長崎でもう恥ずかしいんだけどお見合い結婚で、で生まれたのが俺。あ、その当時は別に珍しくもないですよね、はい、その当時は。え、2人はお見合い、え、お見合いじゃない。お見合いじゃない。恋愛。恋愛です。恋愛じゃないと思います。恋愛です、はい、でもお見合いってむっちゃ恥ずいんだよな、なんか。いやでも今で言うとそのタップルみたいなもんじゃないですか、うん、言ったら。あ、別に婚活パーティーみたいな。いや、モテない、モテないブス同士がなんかこうあんたらっていう。それで俺が生まれたんだ。いや、そんなことない。いるんだから。お見合いで結婚した人もいるから。ぶち切れてって。ジェラードンさんの消化不良のお見合いみたいな感じで実は生まれちゃったのがエイジさんなんじゃね。いやいや、生まれちゃったっていうのお前。いや、生まれたのがね。お見合い、え、実際どうなんですか、親父さんとおふくろさんってブスなんですか、その。いや、でもそれ。何通質問してんの。いやさ、いや、ちょ、やっぱ金ちゃんやばいもん。いや、違う。てか、でも、お母も男もあんまさ、イケメンなやついる。いや、いないよ。いや、いないですよ。お母はまあまあブスじゃない。いや、そんなん言ったらお母に怒られる。今のお母はそうかもしれないですけど、若い頃のお母って別にそんなで。まあでも、まあ結構、胸でかいからな、母ちゃん。この髪型、この髪型ですか。俺の母ちゃんと俺はもうほんとそっくり。あ、顔がですか。もう免許証見たら俺母ちゃんかと思ってるから。マジで。じゃあ胸でかいエイジさんってことですね、うん、胸が、ほっぱいでかい俺が母ちゃん。マジで。俺が母ちゃん。俺が母ちゃん。え、親父さんはどうなんですか。でも親父はね、割と、いけ、なんか、ほんと田中邦衛。ああ、そうだね。なるほど。田中邦衛の若い頃、うん、はあ、じゃあ結構イケメンというか、イケメンじゃない。まあ、まあ、もうすごいなんか垂れ目の、はい、穏やかな人ってことですよね。いや、もう全然船乗りだから。あ、船乗りなんですか。え、船乗り。めちゃめちゃうるさい。結構ポカーっていうような。いやー、はあ。なんじゃだい。芸風一緒じゃないですか。一緒じゃん。一緒じゃないですか。そう。じゃあもう母ちゃんからもう顔面いただいて、はい、内面は父ちゃんからいただいてっていう感じかな。本当にじゃあお二人の息子って感じですね。そうそうそう。福岡のどこら辺ですか。福岡のね、はい、本当筑紫野市っていう、もう本当に福岡ってちょっとひし形っぽいんだけど、はいはいはい、中心久留米の上あたり。じゃあまあドリアンズさんとかと。ドリアンズさんはもうちょい上なんじゃないかな。まあ、久留米でも、ね、なんか福岡九州弁あんま出ないですよね、エイジさんって。俺はもう、なんかコントだからね。あ、そっかそっか。漫才だったらもしかしたらそのまんまとかもあったかもしれないけど。でも福岡の人って結構なんか福岡代表して美味しいものを教えてくれたりとか、はいはいはい、なんか俺福岡だぜっていう。なんか福岡好きな感じあるじゃん。全く出てないですよね。そのあんま好きじゃないんですよ、福岡感が。俺はね、ちょっと豚骨ラーメンも食えないし。そうなん。豚骨ラーメン食う、だからソウルフードじゃないですか、言ったら。一回ね、あの黒瀬潤さん、はい、パンクブーム、はいはい、あのラジオ呼んでもらって、はい、多分俺が福岡だから、はい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 、呼んでもらったけど、もうお前福岡のこと何も知らないやんかぶち切れられて。いや、19ぐらいでもう出てきちゃってるから何も知らないのよ。俺自分の地域から出たことないし。
なるほど。地元から。地元から。博多の方もあんま行ったことないから。あんまその買い物とかには行ってたけど。だそれこそ福岡の人福岡愛があるからもう飯もそうだし、うん、確かに福岡の人でつるんみたいなのもあるじゃないですか、うん、それも一切ないってことですね。ないね。福岡愛がない福岡人ってことですよね。いや愛はあるよ好きだけど。じゃあおすすめのものおすすめなんかおすすめとか言われたらおすすめ、はい、太宰府に太宰府、はい、天満宮がある、はい、あそこに梅貝餅ってのがあるんだけど、はい、それはもうめっちゃ美味しい。いやいやいや、そんな観光客が行くかもしれないですけど観光客がもう見て言えますよ、そんな。ソフトバンクとか好きですか？あ、いや、だから俺ソフトバンク大好きだったんだけど、もう宮崎のキャンプとか行くぐらいね。はい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 、で、俺、12年お付き合いしてた彼女が、はい、あの、本当同郷で。はい、あ、同郷、同郷で、もう2人とも野球好きだったんだよ。はいはい、だからよくソフトバンクホークス見に行ってたんだけど、はい、その、彼女がね、にプロポーズしたら OK 出たんだけど、12年経ってね。はい。たら、そのプロポーズして OK 出た後に、ホークスが優勝したから優勝した試合を生で見れなかったから、俺は YouTube で見てたんだよ。はい。YouTube で優勝した瞬間、うん、うわーと思って。たら彼女が知らない男と応援してるのが映ったの。怖すぎる。でこれはやばいってマジで。それで俺もう完全に別れちゃって、はい、でそっからもうホークスも一切見てない。あ、だからもう恐怖症で怖すぎる。トラウマだ。そう、もうホークストラウマ。もう本当野球でも応援歌とかもう全部歌えるぐらい。うわマジっすか。行ってたのに、うん、それ何歳ぐらいの時ですか。それだから本当5、6年前。え、うん、怖、最近じゃないですか。いやもうオッケーもらってるのに。いやまあオッケーもらってやっぱダメ、オッケーやっぱダメみたいなのが続いてて、はい、それがもう決定打になったみたいな。ああ、俺は結婚したかったけど。それ彼女のこと詰めたんですか。そのいやもう見たぞっていう言ったけど、いや私じゃねえしみたいな。でもだから真相は分かんないの、分かんないんだけど、はいはいはい、なんかあんなさ、外野打つってさ、はいはいはい、何百人もいる感じだけどさ、12年付き合った子ってなんか、フォルムで、あれって何だよ。わかりますね。動きとかもね。動きとかフォルムで。絶対そうですよ。だから、本当だから俺の中でも 70% ぐらいなんだけど、もうこれがいいきっかけだと思って。あ、やっぱそういう気持ちもちょっとあったんですね。そうそうそう、もうたらい回しにされてたの。たらい回しにされてたんですか。たらい回しというか、いいよダメ、いいよダメが。あ、そう、じゃあもうちょっと踏ん切りつけたいなっていうのが。イエスの枕みたいな。そう。うわ、でも、すごいね。エピソード出てきますね。ものすごい。なんかちょっと面白怖いって、初めてのジャンルですね。おもろ怖い。おもろ怖い。なんかエロ可愛いみたいな。そう、いきなり階段から喋った。いきなり階段から始まった。人怖みたいな。階段スタート。まさかの落ちで。撮る前は、いや、俺ら何もないよ掘ってもみたいなことずっと言ってたじゃないですか。ないよ。もうすでにここでちょっとインパクトがもう全然ない、自分で面白い話って気づいてないからいけないじゃないですか。さ、めちゃめちゃ面白い話持ってるのに、うん、トーク番組入って出たら、うん、ひーちゃん、ひーちゃん何喋る、何喋るどうする、これどうするなぁ、どうする、恥ずかしい。分かった分かった、じゃあ滑ってもいいから、あのちょっとショートコントやって、ね、やろうよ。それかあのヘビとか本当悪いやつ、はい、さっきはい、だからもうそっちに得意な方に逃げちゃうから気づいてないじゃないですか。実はここでめちゃくちゃ面白いですよ。新たな武器が見つかる可能性もありますからね、本当に。いやここで、それからも本当ソフトバンクも応援してなくて、だからもう、うん、だから俺の中でソフトバンク消えるでしょ、はい、うん、で豚骨ラーメンもこっち来て食べた時に本当に福岡の豚骨ラーメン食べても大丈夫なんだけど、こっちのやつ食うと俺もうん、本当お腹下しちゃう。胃もたれ40。あ、でも何だろう、苦手な食べ物というか。そう。だって福岡の方がドトンコツだから。いや、なんかね。そうだけどね。いや、多分こっちのやつあんま良くないんだよな。良くないんだよな。あんま大にして言えないけど。まあ、合わない。合わない、ね。体に合わない。みんな美味しく食べてますけど。うん、ね。めっちゃフォロー。俺人だけ悪者。いやいや、一応フォローしとかないと。いや、もう福岡嫌いってことじゃない。いや、嫌いじゃない。大好き。大好きばい。うわぁ。豪華大好きばい。あざっといな。何大好きばい。博多くんなったよ、嫌い。博多くん。いや、でもね、だから。そうなんだね、でもまあイメージは本当なかったし。で、育ちは、なんか今の芸風からは、うん、なんだろう、ちょっとバカっぽいというか、
バカな高校とか行ってたのかなとか、あもうそう、そういう芸風。俺はそんな、うん、小学校の時とかどういう子だったんですか、エイジさん。ヒルちゃん、うん、あエイジさんはどんな子。俺は小学校はもう人気者だった、本当に。あもうじゃあクラス一軍というか、一軍とかじゃないけど、もうみんなと仲良しのへーみたいな。じゃあもちろんリーダーとかそういう感じじゃなくて、リーダーとかではないけど、じゃあみんな本当に人気者。足速かったから。ああ最強ですね。そう、じゃあ運動神経良かったんですね。そうで人気者って感じだったけど、はいはい、そうだね。小学校の時髪型はどんな髪型したんですか。髪型は本当俺はね、もう俺はこれ、え、あ、もうテンパで、もう俺今でも多分残ってるけど、修学旅行の写真で鹿児島行った時にこう風吹いてこうなってるのあるもん。そんぐらいテンパで、テンパで毛量がすごくて、こんな感じですか。これのもう金ちゃんみたいな、金ちゃんみたいなのこういう感じですか。そうそうそう。でその時ね、俺シャンプーとリンスを一緒だと思ってて、どっちか片っぽだけやってたの。親にシャンプーとリンスを教えてもらってなくて、泡立たないやつと泡立つタイプのシャンプーがあるなと思ってたんだけど、今日は泡立たないやつだとか、でだから汚れまくった髪の毛でリンスだけで終えてとかで、じゃもう汚れ落としてないです、ね、汚れ落としてない状態とかだから、こんぐらいってこう。刺激、重いな。それ親が悪いですね。ちゃんと親が悪い。シャンプーやった後やるのがリンスだよって、ね、そう、そういうの教えてもらってなかった。シャンプーの名前変わったシャンプーの、そうそうそう、弱めるやつがリンスだった、はい、そうそうそう。泡立つやつ、泡立たないやつ、泡立つやつって泡だな、今日は泡立たないやつって。アホだなぁ、みんなが愛すべきアホですね。じゃあ学校でもそのちょっとアホだけど足も速いし人気がもうある、あまりじゃ悩んでた時期はないですか。芸人って結構聞いたら、ちょっと実は最初は良かったんだけど、もう仲間外れにされて、あでも俺中学校で女子全員からハブられてとかあったんですか。え、小学校の時は順風満帆で、そうそう、だからそのなんかモテたいとかもないし、はい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 、はい、でね、俺ね、その中学校に上がった時に、そのね、あの小学校の時に、はい、好きな女の子が隣にいて、うん、隣の席で、でその子になんかあのその子がチョコをあげるか俺にあげるか悩んでるみたいな、あ、他の女の子から聞いて、バレンタインデーで、はいはい、えって俺なって、でいざチョコもらったの、その子から。で俺ホワイトデーになんかね、サッカーのミサンガみたいなの返して、はいはいはい、返したら、その女の子が後日俺に手紙と一緒にそのミサンガを返してきたの。返却してきた、はい、でその手紙見たら、その伊野くんごめんみたいな、はい、私実は俺の親友のことが好きで、うわ、誰々のことが好きねみたいな。何ですかその喋り方。いや、そんな分かりやすいように女の子風に、でごめんけど伊野くんの気持ち嬉しいっちゃけど、これはもらえんって、で手紙もらって、はい、で俺は学校の帰り道ランドセル背負いながらそれ読んでさ、でくそと思って、で家で捨てたの、はいはいはい、で家で捨てて、で親父とかみんな家族で飯食ってる時に、その親父がエイジお前振られてやろうげって言われて、その親父、やんな、船乗りの親父がゴミを今のあの客間に捨てたから、みんなが捨てるような、そう、客間に捨てたから、客間ってさ、ゴミたまんないじゃん、だからなんやこれと思って、親父がそれ見て、で飯の時に話された話、デリカシーないな親父なくて、それをその学校で中学校上がった時にめっちゃ面白い話として、エピソードトークみたいな、エイジさんが言ってたんですね、喋ってたの、はいはいはい、そしたら女子がさ、何それ、私はちゃんとなんか気持ちを持ってこうお返ししたのに、なんで面白い話にしてみたいな感じで、あ、返した方の女子、あの男子は笑うけど、そうそうそう、女子は怒っちゃうタイプの話、その子周りがやっぱり、はいはいはい、それで女子にバーって嫌われて、そっから俺も女子怖いって言って、あ、それはちょっとハブにされたと思います。でもそこから女子とは喋れなくなってとか、女子のね、中1ぐらいの時の女子って権力がね怖いし、そうそう、集団で動いてきますもんね。そうそうそう、でもこれちょっと謎なんですけど、そもそも、うん、なんでそのエイジさんにあのチョコあげたんですかね。いやだから俺の親友だから、で俺、うん、もう
小1の時本当最強だったから、もう女子とかでも、はい、チョコちょうだい俺にチョコちょうだいねんって全員言うやつだったの。なるほど、ね、そう、それで、はい、で俺の親友のこと好きだし、はい、チョコあげていいのかなっていう、はい、出来心ぐらいでのやつを、ね、ギリチョコだけどギリチョコなのを俺が本命、うんはい、じゃんってなっちゃって、はいはいはい、勘違いしちゃった。でもミサンガの時に手紙とかは添えてなかったんですよね。添えてないこれみたいかわいいまあでもそれでね、そのミサンガで本気にされてもっていうのもありますよね、正直ね。そんなまあまあね、うん、でも本当、親父が最低です。船乗りなのよ。ウェージーノーノーデリカリー船乗りお前売られたろうかってもう話だけ聞いてたらハッピーなね、浦安鉄筋家族みたいなね、海賊みたいな親父だと思う今のマジで。デリカシーゼロ、デリカシーゼロの。あでもすごいな。でもまあ女子には嫌われたけど、別に中学校の時男子は仲良い。男子はみんな仲良かった。あじゃあ本当に男子に好かれる芸風なのはもうそこから出来上がってるところとかもですね。なんか お笑いはどうだったんですか？興味あったんですか？いやもうずっと俺はもう幼稚園ぐらいからもうやりたい。あそんな早くからお笑いだ誰が好きで見てたの？俺は志村けん。ああ志村けん、志村けん。でも確かに志村けんさんのちょっと入ってますもんね、要素というか。あ本当確かにオーバーにこうやるところとか、はい、コントチックなところ。でも10期生の方ってやっぱ志村さん好きな方多いですよね。あ多いかも。カナダさんもそうか。はい、カナダさんもそうだし、まあ、トレンディーの斉藤さんとかもなんかちょっと志村さんっぽいじゃないですか、ボケ方というか。ハゲ方だろそれ。ハゲ方ハゲ方だろ。ハゲ方真似してる。ハゲ方真似してるだけだろ。いや実は、ね、実はたかしさんの方が似てるから志村さん。確かに盗んだら完璧だから。盗んだら完璧だから。でもじゃあ結構お笑いはもう好きで、やりたいやりたいってなって。で高校の時とかも結構もうあれですか、人気者だったずっと。そう割とね、人気者ではあったかも。でずっとやっぱ学生時代からお笑いやりたいやりたいってなってて、で専門学校とか大学は行ってるんですか？行ってない。あもう完全高卒。高卒。えでも年齢は違いますよね。ヒルさんが18で入って、エイジさんは2個上で。あそう。その卒業して2年っていう。俺はねその地元でその一番仲良しのやつとやろうと思ってたんだけど。そいつを東京で1年待って、はい、でそいつが就職しちゃったのよ、はい、就職しちゃって、で親父のコネで入っちゃったから辞めれないっつって、うん、うわで俺は東京で1年待ってて、でその後にその友達が1年待ってたけど、もうやっぱビビっちゃったのこいつが。あでお笑いもやりたくないの、はい、でもそのちょっと夜中12時までちょっと考えてっつって、はい、俺ほんとブランコでこう待って、電話かかってこなかったってやつだったの、はい、本当に。えずっと振られてますよ人生まあ、まあ、いや振ったこと一回もないじゃないですか。ずっと振られてますよ。いやそうだよな。確かにでもそう。でもこの間なんかこの間1年2年前になんか、うん、あれ週刊誌出てましたよね。週刊誌出てましたよね。メス入ったっけ。ありましたよね。え知らない？イージさんが美女と一緒になんかでこうなんか歩いてきた。ああいうのもね。ああいうのもホテルから出てきたとかですかあれ。そうよ。ねありましたよね。いや俺のホテルをさ。イージのホテルは。イージのホテルはいいですよね。いやもうイージのホテルいる？あれ記事がどんだけバズらなかったか。もうちょいバズれやと思う。あれしかも取られたホテルの名前、はい、パシャだから、はい、やばすぎパシャパシャパシャだパシャってパシャパシャでパシャパシャでパシャされて媒体どこですかあれ。あもう歌舞伎町よあれ。あ媒体あれなんだっけ。フライデーフライデーフライデーで、え本当よほど記事なかったとか他の人は貼ってたんですか。泣きそうだったもん、ね、本当に俺、あの時ヒルちゃんに泣きながら電話して、はい、ヒルちゃんごめんっつって、はい、仕事いるかも変なの出ちゃったっつって俺これで芸人辞めることになったらごめん。いや、なんねえし結婚もしてないし。してないし。何言ってんの。全然ただ、お付き合いしてる女性ってことだね。まあね、その時ね別に何にもすごいね。もう一回でも見てみたいよね、エイジさんのその行為というか。うわぁ気持ちいいとか言いそうじゃん。いや でもこれで静かだった時が一番怖いからね、この芸風で。女性を求めてないんじゃん、そこ。俺そこ気持ちいいってやるよ。うわぁいやいやいやうわぁって入ってくるから。いやぁって
やるか、そんなこと。だってやっぱでっかい、だってこれはピー入れてもいいですけど、でっかい。戦おうみたいな派生のネタがあったじゃないですか、ゴッチ言うから。俺らが人生で一番ウケたネタ、ね、はい、あれどこでやったんですか。あれはルミネ、ルミネで昔オールナイトピンク寄せっていう、ね、はいはい、オールナイトでエロいネタをやるっていうライブがあって、はい、もう行くぞなあって言っただけバそう。だから本当中入ってるもしましたよ、ね、中入ってるもしましたよ、ね、ヒルちゃんが中入っちゃってね、そうそうそう、溺れかけてね、 塩が出てきて、あれでも塩で溺れそうになったりとか、ぬるぬるで掴めなくなったり、はい、でもあれはテレビはもちろん無理ですけど、だから BS とかだったら、ね、いやあれでもテレビでやらせてもらったんやんか。 やったっすか、あれゴッドターン、ゴッドターン、ゴッドターン、ゴッドターンかなんかで、そう、あれマジ面白かった。いやあれは最高でしたよね、最高名作だよね。あれが多分もうインポッシブルさんで一番面白いネタかもしれない。いやあれはマックス、あれを超える笑いない。20年で、うん、20年で、はい、うん、いやでもそっか、でも本当に なんかちょっと かわいそうってわけじゃないんですけど、なんか損してる人生ではあったと思うんですね、高校で20歳ぐらいまでは。いやまあそうだ、面白がられてたけど、そう、なんか面白いし人気者だったけど、受験と、はい、受験とかもちゃんと失敗してるし、落ちて、うん、そう、そう、受験結構へこむじゃん。まあそうですね、まあ、へこいますね。本当頭が悪かった俺は。あ、勉強あんまできなかったんですか。勉強全然できなかった、うん、でもやっぱその芸風的にはでもできなくていいですよね。これでなんかインテリとかだとちょっとなんか引いちゃうんですよね。あんな芸やってるのに実は大卒です。そう、実は大学でもうなんかがっつりやってましたとかだと。まあそうか、だから2年経って20歳ぐらいで入るってことですね。そう、20歳で入って。じゃあ今度もうヒルさん、ヒルさんはあのそれで新ユリで引っ越すじゃないですか。そう、新ユリ引っ越して、はい、まあ小学校の時はなんか人気者みたいな、あ、もうじゃあ前出るタイプ、結構ギャガーみたいな感じですね。そうそうそう、はい、でもうほんとアホで友達とロケット鉛筆でフェンシングしてて、友達のそのロケット鉛筆がファンってプッ、ここに刺さったことあって今でも残ってる。あ、ほんとだ、ほんとだ、この辺なんか、うわ、そうそうそう、あ、ほんとだ、そんな感じ、もうアホで、めちゃくちゃ危なかったですね。そうそうそう、でもギリギリじゃん、ギリギリ、もうそれなんかそう、だからもうめっちゃ顔に力入れたら出てきそうで怖いんだよ。そんなトラウマあんのに必殺技出ちゃったシリーズとかやったりしちゃう。ヒゲも濃いからちょっと分かりづらいじゃん。ここに生えてるみたいな。そうそうね、そうそうそう、でもそれもなんかそこまで恨まずにって感じですか。あ、そうそうそう、やられても、うん、だって結構大問題じゃないですか、今だったら、うん、そうそう、仕方ないね、うん、まあそう、仕方ないねみたいな、仕方ないね、優しいな、そうそうそう、ヒルさん優しいですもんね、ずっと。やっぱ小田原に戻るわけにいかないですもんね。そう、もう戻れないから、その場所で生きていかないといけないから、新百合でその時分かんない、もう小田原戻ったら死ぬからそうなの、無理無理無理、確かに予言されたらもう終わりですね。そうそうそう、そっか、じゃあそれ小学校全部、うん、お勉強はどうだったんですか。で俺ダメで、はい、で真剣ゼミ始めたの。ああ、のよく届いてたじゃん、はいはいはい、成功しましたね、赤ペン先生みたいな、はい、お母さんこれって言ったら、はい、プッって上がって、マジで成績、あ、じゃあそう、頭良くなって、はい、でそっから中学もそのノリでちょっといい感じになって、はい、で高校があの県で一応3番目上から、新学校なんですね。そう、まあ公立なんだけど、はいはいはい、そうそうそう、新学校なんですかみたいな、同じこと言ってよお前今。いやいやそうそうそう、じゃあもう結構勉強がっちりしなきゃいけないところですよね。もうそう、あ、でもなんか入ったらすごい緩いみたいな。ああ、うん、そっか、頭良すぎて校風が緩いみたいな。そうそう、ファッションも結構自由だし、そうそうそう、そこで、その進学校では勉強はどうだったんですか。あ、勉強全くできない。あ、入ったはいいけど、 その中ではそんなに、うん、だからもう本当中学校の時芋 で、はい、で高校入学して、はい、入学したらもうみんな茶髪ルーズソックスみたいな世代的に、はい、そうみんな可愛くてさ、はいはいはい、で入って1ヶ月で俺5人に告白してる。あ、いやもうしたい、されたのかと思ったら、ね、したっすね、可愛すぎて、そう、可愛すぎ て、 可愛すぎてテンション上がって、俺と付き合ってくださいっつって、はい、でそしたらあいつやばくねみたいになって、まあ、そっか、で小中人気者だったのに、はいはい、高校もそれでガクンってなって、スタートミスった感じですね。そうそう、うわーみたいな、ずっとあのクラスの男子とその学校 の、 その授業終わった後ずっと下ネタ話すみたいな。ああ、なるほど、そうちょっと冴えない、そうそう、陰キャな感じになって、みたいなね。そうそうそう、部活は何かされてたんですか。部活はやってない、高校の時は何も、うん、小中はサッカーやってたんで。スケボーとかはいつ。は中学生の時だね。はいはいはい、
中2ぐらいの時にその学校から帰ってる途中に団地のゴミ捨て場にスケボー置いてあって、出会いかっこいい、出会いかっこいいな、出会いむちゃくちゃかっこいい、ラッパーみたいな、スケボーの世界チャンピオンになるやつの第1話ですよ。そうそうそう、え、何これ、出会いかっこいいんだよな。そうそうそう、第1話だ。そうそう、そっからもずっとみたいな。そう、その時サッカーとスケボーどっちもやってて、で高校入ったらもうスケボーだけでいいやみたいな。で、うん、あの方は同級生ですか、ソフトボックス、あ、安永さん、永、そうそうそう、その親友に来てからの、そう、同級生というか、学校は全く違う、はいはいはい、中学生の時にそのスケボースポットがあって、はいはいはい、で世田谷の方とか行ってたら その安永が来てて、え、タメなんだっつって仲良くなって、そっからずっと、はあ、よくだから高円寺とかでね、やってましたよね、やってたね、スケボー、そうそうそう、わーって、そう、ね、北口の公園でね、そう、そうそう、でかっこいいのやっぱスケボー、うん、やってる時はね、か、確かに、そうそうそう、いやでも恥ずかって芸人結構来て、お、ヒルさん、お、スケボーやってんすね、確かに、あんまいない、あんまイメージないですもんね、ヒルさんのスケボーとかも、そっか、じゃあ、え、女性関係はどうなんですか、そっからもうあんまりだからもう、はい、まあスタートダッシュ失敗じゃないですか、今日はもう、今日だけは絶対にお二人の初体験話、なんでだよ、初体験と聞きたい、なんでだよ、はい、マジで、はい、初インポッシブル、はい、インポッシブルね、いや、立ってるだろ、全然一歩じゃない、ね、でも小中高、はい、ずっともうそのチェリーというか、チェリ ー, チェリー、そうそうそう、全然モテなくて、なるほど、あ、じゃあ卒業したのはもう本当にあれですか、高校卒業してからってことですか、そう、高校卒業して23、あ、23、あ、じゃあもう芸人始めてたから、芸人始めてた、でもその進学校 で,、うん、で女子に告白しすぎてちょっと変なやつだっつって失敗して、うん、で卒業までは行くんですよね、その進学校で。あ、そう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 。それで大体みんな進学する中で、うん、NSC にパッと入ったんですか。そう、あの俺ずっと勉強してなくて、はいはいはい、でまあ一応大学行ってから芸人にはなりたいなと思ってた。で行こうと思ってたんだけど全部落ちて大学。あ、受験で大失敗。そう。で NSC もだったら行くかみたいな。その浪人するお金もなかったから。はあ。直で、まあ、40万ですよね。そういう。芸人めちゃめちゃやりたいって感じじゃなかったってことですか。大学も行きたかったと。いや、俺もうおぎやはぎさんに憧れてたんだよ。ちょっと見せてください。真逆じゃないですか。ボケですよね。真逆じゃないですか。マジ、はい、え、マジで、だから大学行ってからそのインテリじゃないけど、はい、大学行って NSC、まあ、その入ろうかなと思ってた。ちょっとじゃ、ね、ちょっとかっこいいお笑いやろうって言ってた時は、そう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 、シュッとシュッと、そうそうそう、それもずっと学生時代とかからお笑い番組とかも好きで見て、そう見てて、みたいな。でその中でもおぎやはぎさんが、おぎやはぎさん、そう、まあ最初そのね、まあゴッツとかさ、はいはいはい、レチャイ系とか、まあ、いろいろ一通り見て、はいはいはい、でまあ高校生ぐらいの時におぎやはぎさんバーって来てたじゃん、はいはい、だからもう、あ、おぎやはぎさん面白いみたいな、確かに M1 とかね、そうそう、ちょっとここはみんな同い年なんで、そうです、あ、はい、そうか、38、はい、あれ昭和61年、だから僕らも1個下じゃないですか、いや違う、僕らも高卒で、はい、ああやったら 10期で入るんです、あ、じゃあ、はい、カメだ、たかしさんも同じです、はい、実はそうなんです、僕らも高卒で入ったとしたら10期、カナダさんとかも同じ、そうそう、みんな同じでしたから、うん、ね、だからその18でも勢いで、そう、そのまま入って、大学受験も失敗したし、で上京してくるわけじゃないですか、まあ上京っていうほどのあれかもしれないけど、どういう出会いだったんですか、最初は NSC で。お二人は、俺らはね、だからヒルちゃんがだから合宿、夏の合宿で来るんだ、夏合宿、そこまでじゃあ出会ってないんですか、出会ってない、だって4ヶ月くらい、8月か9月、そう、3、4ヶ月経ってますからね、そうそうそう、で、俺はもう夏だし、もうコンビも組んでないし、だからもうネタをずっと見てるだけのやつなの、やめてくやつですよね、結構ね、いや、はい、みんなすごいなと思ってずっとただもうビビって前に出ない、授業だけが来てる、そう、でももうだからもう合宿に対してのだからお見合いパーティーとかあ、ね、ありますね、ありますね、あれに対しての、はい、もうバッキバキだったの、俺はこれで絶対組むってここでひっくり返そうみたいな、ここでひっくり返そうって思ってるから、親御さんお見合いしてたのに、なんかすごい俺の母ちゃんと父ちゃんのお見合い良くない？なんかすごいお見合いすごいのが何の因果か、うん、何の因果か、お見合いなんか否定的だったのになんか急に、そう、はい、そういうことなの、はい、でヒルちゃんをなんかなんかあの NSC 在学中に一回ギャグみたいなのを見たことあって、はい、あ、そのギャグでおっては思っていたの、ちょっといいな、面白いな、はいはいはい、逆にヒルさんはなんでおぎやはぎさんに憧れてんのに、うん、そのなんかギャガーみたいな感じだったんですか、いや、わかんない、気づいたら
やっぱ人間ってできることとできないことあるかなってこと。早いっすね。それ大事だよ、うん、頭はいいからそれが気づいたんだ。そうそうそう、あ、俺無理だってなった。だって気づかずに何なんかやるやついるじゃないですか。そう気づく早かったですね。気づいた、うん、あ、違うなっつって。顔とかもありますもんね。やっぱ確かに淡々とボケるこの顔ですもんね。そうそう、18からもギャガー顔だから。ギャガー顔ですから。そう、でも見た時にいいなと思っていいなと思って、合宿でもうトリオを組んでたんだけど。え、あ、そうなんですか。なんか夏のその合宿だけを乗り切るトリオみたいな、うん、でも俺もバッキバキだから、はい、一緒に俺とやろうよ、トリオ組んでる。そう、トリオをもう引き剥がして。え、そのお二人は、いやいやみたいになんなかったんですか。あ、なんなかった。もう適当に組んでたし、で俺も俺で相方探さなきゃなと思ってたから、うん、なるほど。こんなに言ってくれるんだったら俺もじゃあお願いしますみたいな。それまでヒルさんはエイさんのこと知らなかったんですか。知らなかった俺見たこともない、うん、まあずっとこうしてたからなんか目つき悪いやつの方でやってるやつが急に来てみたいな。その時ってもうすでに10期の今、うん、名だたる10期生たちはもう合宿前から名が知れてたんですか、他の。あ、でもハンニャも組んでたよな。ハンニャ組んでたな。トレンディさんとかどうなんですか。トレンディも組んでないか。いや、トレンディはだって卒業してからだ。あ、してから、そう、あ、そっか。フルーツポンチさんとかはフルーポンもまだ組んでないんじゃないか。オリラジさんはもうすでにすごかった時ってことですよね。オリラジはもうだからそうだよね、オリラジはもう大学中からすごかった。そうでもあんまり他と関わんなかったってことですか。確か合宿行ってないんじゃない。あ、確かあ、そうだね。そうじゃん、うん、あんまりじゃ授業とかにも来てなかったんですか、オリラジさんは。いや、俺らクラスも違うしね。そう俺ら4組だったから。そうか、でも M1 在学中から準決ぐらい行ってますよ。確かに M1 の、前か、9月合宿だから。そう、8月とかだから。そう、やべえやつがいるとなっていうのはやっぱり時期生の中でやばいやつがいるで、選抜クラスとかで一緒になったりして、はい、武勇伝ができていく過程をね。そう見てたよ、本当に。一番最初からあの武勇伝ではなかったんですか。いや、全然あれだったんだけど、なんか合間のさ、うん、合間のなんか慎吾ちゃんがこう避けたりとか、あれとかなんか先生にダメ出しされて、なんか合間のなんか欲しいなとかで言ってたなんかできてってた気がするけどね。それ先生って誰だったんですか、その当時の。それ長峰大先生とか、長峰先生とかやっぱもう認められてはいたっすね。いや、そう、すごい。他なんか10期生の中でこいつらマジで面白かったよみたいな人いるんですか。あー、でも俺はだから、誰だろう、郷美奈川。郷美奈さん裏十期っすよね。郷美奈めちゃくちゃ面白かった。あのまんまですか。もうあのまんまだよね。やってること本当変わってないですもんね、20年間。じゃあめちゃめちゃ面白かったけど伸びしろがなかったみたいな。俺らの同期でいうとチーム近藤みたいなことですね。あ、チーム近藤。そうなんだ。チーコンも全く同じことやった。あのまんまだよ。もう尊敬されてたんですよ、はい、めちゃくちゃ面白い、同期の中で天才って呼ばれてて、はい、で、夏子とかもチーコンにダメ出しもらいに行ってたんですよ。はい、今じゃ考えられないですけど。そうなんだ。あの芸風なんですけど、あいつ大学でお笑いやつ、大学お笑いやつで、結構能見総さんとか結構知り合いもいて、アドバイスはしてくれてたんですけど、うん、完成されてたよね。まあ、今じゃね、もう見るも無残なというか。あんま言うな。出てるだろ、出てるから、出てはないですよ。ギャグやってるわ。でも結構、まあ、ゴーミナさんとかすごかったですね。ゴーミナ、カタツムリさんとかも。そう、あ、いや、カタツムリとかも、あ、もう組んでたんですね、組んでた。そうあれ、そんな中で組んでなくて、エイジは誰とも組まずに合宿迎えたんですか。いや、一回組んで、もう1週間ぐらいでもう解散しちゃったのかな。あ、じゃあ本当に NSC の最初の4ヶ月も結構不遇な。不遇、めちゃくちゃコンプレックス抱きますよね、ネタ見せとかしてないと。いや、もう本当そう。確かに、早くしなきゃ。あ、そう、もう焦りもあるし、はい、それ組んで一番最初のネタ見せとかどうだったんですか。一発目でバーンと受けたんですか。いや、俺なんか本当に組んで、うん、はい、もうすぐ選抜クラスとか、合宿でネタやったんですか。そう、合宿でネタやって、それもなんかみんなチンチンに滑ってる中、はい、俺らだけなんかちょっと見てくれてる作家さんとか、うん、なんか くすらせたイメージがあった。それ最初どういうネタなんですか。それは本当に漫才みたいな感じだったよな、はい、うん、そうあ、そうだ、漫才みたいな感じで、うん、エイジ後ろ向いてみたいな言われて、俺がスキャンピッ
え、何これみたいな。そう最近カードのスキミング流行ってるからさって漫才の。あ、漫才みたいなやつを。そう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 、やってた。あ、じゃあもうすぐあの芸風出来上がったってことですね、インポッシブル。もう割とそうそう、フィーリングがあったってことですね。ね、やりたいことと、ね、A さんがやりたいことと、あの本当ヒルさんが、うん、あ、俺向いてないんだと思ったってことがちょうどあったっ、噛み合ったの。早く、おぎやはぎさん無理だ真逆っすもんね。そうそう、あ、じゃあそっからもう同期から、うん、いや、インポッシブルはめっちゃおもろいなみたいになりますよ。いや、でも学校ではだから受けてた方だよな。練習ではめっちゃ受けてたけど、絶対受ける芸風ですもんね。ただ、はい、そのアップアップとか、はい、いざお客さんの前でやったらもう、はいはい、ちんちん人笑いもないぐらい滑り倒して、まあ、だからあれって、まあ、友達が来たりとかね、うん、在学生の友達とか親御さんが見に来るんで、お笑い全く知らない人が来るからベタなやつしか受けないんですよね、基本的にね。ちょっと下ネタあると受けなかったイオンモールのお客さんと一緒だね。あ、そうそうそうね。そうなんで、俺はもうツッコミは面白くないやつがやるもんだと思ってたの、はい、なるほど。そのお笑いの知識とかもマジでないからすごい、はい、ツッコミは面白くないやつがやるもんだと思ってて、もう、まっちゃんになりたいみたいな、で入ってきてるから、はいはいはい、このボケの取り合いが始まるんですよ。あ、なるほど、なるほど。ヒルちゃんと俺がボケるし、はい、いや俺がみたいな、はい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 、なってたんだけど、あ、その NSC のライブで滑りすぎて、いやもうヒルちゃんと俺だったらもう俺がツッコミやるしかないかみたいな感じになって、ちょっとツッコミみたいな、はい、ツッコミで。そう、で今じゃあツッコミなんすか。一応俺はツッコミだよ。あれもう魂の叫びですもんね、はい、ミステリーダービーで出てるってあれツッコミ、あれツッコミじゃない、あれボケですよ、あれボケです、大ボケです、あれ大ボケですよ。ツッコミってツッコミだよ。あれツッコミだったんですね。リアクションだよ。いや、声量で笑い取ってます、ね、初めてですよ、本当に声量で笑い取って。初めて知りました。エイさんがツッコミだって。ごめん、俺ツッコミだと思ってた。もういや、もうパワー系の。じゃあヒルさんがそこでボケになって。そうそうそう。じゃあもうツッコミやろうってなって。そう。じゃあそれで今の形というか。そう。そうそう。でもその頃から芸人にはウケるけど、ちょっとお客さん受けは悪いなみたいな。それをまあ結構講師とかに何か言われたりしたんですか、こういう風にしてった方がいいぞみたいな。ああ、いや、なんだろうな。コントやるとき、ずっと衣装着なかったの。あ、そうだ。そう、衣装着なかった。もうその私服でやつ。コントなのに、うん、なんか衣装を着るのが怖かった。そう、怖かった。ああ。そう、なんか、はいはいはい、衣装を着ちゃうとさ、はい、その役しかできないじゃん。はい。うん、なんかね、うん、本当、いろんなキャラをやってたんだよな。そうそうそう。なるほど、ショートコントの集合体みたいな。そう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 、あのコントの中で漫才コントやるみたいな。あ、なるほどなるほど。なるほど。そう。え、じゃあそれ普通に普段着でやってたってことですか。そう、普段着でずっとやってて。それ固定の普段着とかでもなくて、もう毎回。そう、毎回毎回 NSC にただ来た格好で。そうそう、その間。そう。すごい珍しいですね、斬新だな。斬新な、うん、そう。はあ。でもまあそれで10期生いっぱいいましたけど、その中でも、うん、あの芸人には最後認められて卒業するわけですか。もうあいつら面白いなみたいな。いやー、いやーどうだったっけな。だから でその後すぐでっかい昆虫がもう。そうか、うん、あ、卒業してすぐ。卒業してすぐぐらいの名作がそうできて、うん、で初めての舞台でエリートヤンキーさんが、はいはいはい、あのゴングショーみたいな感じで、でエリアンさんがいて、ね、で俺らが、ね、やってる時にこうエリアンさんがこう誘い笑いじゃないけど、はいはいはい、めっちゃ笑ってくれたのよ、はいはいはい、その俺らが「うわうわ角が刺さった」っていうのをエリアンさんがこう「うわあ」って西島さんが笑ってくれてたんだ。いや西島さんが、おいそうだよお前。やっぱその音声でしょ。でもいや、お前先輩だと思ったことない。それでめっちゃウケたんだよ。でも西島さんお世話になりました。まだいますから。死んでないですよ。死んでないです。あと焼肉、ま、焼肉以外にもあったんですよ。焼肉以外もあった。まだやってますから。思い出した。いや、まだやってますよ。まだやってましたよ。西島さん、やってます。でも誘い笑いのおかげで俺らはお笑いやっていけるかもって。じゃあ恩があったってことですね。あるよ。でもなんかその時って西島さんって結構恐れられてみんな苦手としてたじゃないですか、うん、でインポッシブルさんは結構仲良かった。あ、仲良かった。仲良かった。あ、そうなんだ。それもそれ知らなかったです。みんなちょっと恐れてちょっと陰で毛嫌いされてる方なのかと思ってました。
俺らはもう全然、ね、気に入られてるし、なんか、うん、めっちゃ高い T シャツグッてやられてこいつとかあったりもしたけど、そんなやられてたんですか、うん、めっちゃ2万ぐらいする T シャツ頑張って買ったので、はい、おいいじゃんビリッみたいな、よいよいこいついつか殺してやるとかどっちやもうあったけ ど, どそれを経て仲良くなってる、そうそうそう、そのいやそれビリッてやられた時に嫌いになるでしょ、ダメだよっていう、その本気でちゃんと言ったのよ、そういうことしちゃダメだよって半切れで、うん、だからやっぱ向こうも分かってくれるから、はいはいはい、なるほど、それでやっぱ特別な間柄ができる、うん、そう仲良くなっ て, ってここはダメなんだっていう境界線が、そうそうそう、そんな西島さんに対してこいつが、そうそう、僕がね信じらんないお前は本当に、でも俺らもさ、まさかじゃエリートヤンキーさんとさインポッシブルさんが仲いいなって、芸風が全然違うから、あれたちまたその時で無限大でも結構トップの方で、スーパースマート女性から大人気で、うん、人気あって、で片やインポッシブルさんで男には受けるけど女性からの人気って全くなかったじゃん、ゼロよ、多分ゼロ、本当俺らよりない唯一の芸人かも、俺らアホマイルドさんインポッシブルさんアホマイルドさん三重師ですよ、いや女性警察官の人とかいたし、猪本さんっていうファンですか、ファンで出待ちの野本さん、体格今日も面白かったですっていう人いた、今日面白かったです、いや敬礼しねえ やらないでしょこれ意外なんです、ことはそこで繋がってたんですね、そう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 、なるほどなるほど、じゃあ本当にその西地さん の, 、はい、その誘い笑がなかったりやめてたかもしれない、いや本当、だってやっぱ誘い笑いって意外と大事だ、大事です、はい、しかもあの西島さんが誘い笑いしたら西島さんのファンもあ笑っていいんだもんね、そう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 、だからお客さんもね、はい、笑いやすくなるっていうか、はいはいはい、あれでやっぱ、はい、あれでかかったもんな、あの当時って今ってちょっと面白かったらまんべんなく笑ってくれますけど、あの時って好きな芸人でしか笑わない女の子とかめちゃくちゃ来てたじゃないですか、うん、無限大ホール、ね、うん、俺らの出番とか本当にもうすぐ携帯下で見ちゃう子とかいたよね、うん、どうも出た瞬間 に, 瞬間に携帯見てみたいな、本当もう本当これはやめてください本当にありましたね、そう、あと上の方であの書き垂れっていうんですか、書き垂れそのおい、ね、はっきり言うな、金ちゃん、他の先輩のオイスターソースな、かきたれ、かきたれで、まあまあまあ、オイスターソースさんたちが言ったら先輩のね、あの僕ら先輩のまあ遊んでる女の子たちが上の方でこうやってこう足組みながら、こうやって見ながら、海軍最海軍三大将みたいな感じで見ながらですよね。そう、あの私は あの下の女の子たちとステージが違うと、こう関係性があるから。だけど関係性あるけど、あ、うん、私の男たちが今日もはしゃいでらっしゃるわみたいな感じで見てる人たちがいたんですよね。そう、人気ある兄さんたちのその、はい、おかきが結構バーっていてね、はい、それそういう人たちも一切笑わないじゃないですか、僕らみたいな下民のこの芸はそういうの結構ね、辛かった、多分同じ結構立場でいましたもんね、良くない時代ではあったかもしれないですね、ちょっとなかなかそこどっからこうなんていうんですかね、まあ軌道に乗り出すって言ったらですけど、だって芸人はみんな面白いって言われてましたけど、うん、ずっとちょっと苦労してたじゃないですか、キングオブコントも、そうだよ、そうだよ、番組は単発で出てた、うん、そうそうそう、だから僕らの同期で言うとなんか犬みたいな人生を送ってる、犬もそうなんですよ、面白いって言われてるけど、犬に近いですね、よ結構テレビ単発で出てるんですけど、だ本当だから犬ちっちゃいインポッシブルって言われてたらしい、そう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 、フォルムも似てる、確かに、うん、そうですね、確かに、俺が有馬でさ、はいはいはい、太田で、毛の濃さもねちょうど似てる、ジェネリックインポッシブル、ジェネジェネインポ、ジェネリック、ジェネインポ、ジェネインポ、ジェネインポ、いやそうなんだ、そのイメージ、だみんな芸人は認めてるけど、なんか、うん、なかなか跳ね切らないみたいな、そうそう、それこそキングオブコントでインポッシブルめちゃくちゃ受けたらしいぜ、それはよく聞きました、上がれないみたいな、そうそうそう、なんか準々決でいつもなんか、あの何でしたっけ、すぐあのなんとかマンみたいな、ああ無敵マン、無敵マン、無敵マンの1話とかがめちゃくちゃおもろいみたいな噂聞いて、でなかなかやっぱり、ね、テレビも本当ネタ番組とか見てましたけど、グッといけなかったじゃないですか、うん、どの辺からちょっと風向きが変わってきたんですか、いやでもやっぱ有吉の壁、あそっか、あとチョコプラの YouTube もある、いやそう、それもあるな、そのチョコプラさんは1個、うん、後輩じゃないですか、インポッシブルさんがしたら、そのどういう関係性、今はなんかもう、うん、なんかチョコプラさんが、うん、あいつら可愛がってやってんだよ、うん、みたいな感じなんかボケワードみたいなんですよ、そうでもね、なんか俺この間たまたま家で写真見てたのよ、はい、昔の、うん、だからなんかオハスタの写真みたいなの出てきて、うんうん、で
多分オハスタに出てたのって1年目か2年目なのよ。あ、オハスタにイブシムさんが出てたの。そう、2年目ぐらい。いや、もう本当ピンポイントで。はい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 。で、ガレッジさんの試合ってたとき。で、その時、多分チョコプラも卒業して1年目ぐらいの時とかに、集合写真の写真があってさ、はいはい、その時に長田が俺の後ろにいたんだけど、これ俺だとするじゃん、はい、俺にこうやってたのよ。だいぶ早いですね。いや、早くね、こいつと思って。そうだ、俺もう舐められてるじゃんと思って。だって1年目とかですよね、2年目とか。そう、いや、だから多分もう。その時の1年先輩だから結構、ね。結構じゃん、はい。あの時ガチガチでしたよ。それこそ山田さんがいたから。そうだね。結構軍隊だったじゃないですか、NSC 自体が。その先輩にこうやってるってことはもう、多分もう始まってた。始まってた。1年目から。舐めが始まってました。そうそう、まあ、年上ではありますもんね。そう、まあ、チョコプラ、まっちゃんも長田もどっちも年上ではありますけどね。じゃあその辺から仲は良かったわ。そうだね。チョコプラさんもちょっと不遇な時ありましたもんね。うん、まあそうだね、キングオブコント通って、あの決勝行って、早めに行ってからそんなにこうなかなかうだつが上がらない時が、それでもチョコプラさんってあんまりこうなんか後輩を可愛がるイメージもないというか、これは番組でもやらしまったんですけど、意外とプライベートで芸人と一緒にいないみたいな。確かに孤高な感じがしますけど、はい、先輩の方が仲いいってことですか。チョコプラさんは先輩。いやでも俺もどうなの。お皿まず酒飲まないでしょ、はい、そうか。あ、そうか、お酒飲まないのか。まっちゃんは酒好きだけどね。まっちゃんも結構飲み行ってんじゃないか。じゃあでも昔から1年、チョコプラさんが1年目で、インプシブさんがもう2年目ぐらいの時から、から先輩後輩の付き合いはあったんですか。だから俺らがおごったことはないのよ、チョコプラに。ない。あ、そうなんですか。うん、だからそのまっちゃんとかと飯一回飲みに行ったりしたこともあるけど、はいはい、その全部おごってもらってるし。あ、うん、なるほど。じゃあこれはもう、じゃあこれ、本当にこれは、まあ、本当に後輩なのよ。うん、これまっちゃんからビールサーバーもらってじゃあ完全に後輩ですね。後輩、後輩。じゃあもうズブズブっていうか、もうその昔からこうダチぐらいの感じというか、もう昔からまあちょっとまあコント的な感じで舐められてたみたいな感じですよね。それがその間柄が有吉の壁とかでもうね、それこそ先に大ブレイクしたチョコプラさんが、その後輩を紹介する形でインポッシブルを。だからね、本当にだから。チョコプラが、あの有吉さん、あのインポッシブルどうぞみたいな、その一度食べてみてくださいみたいな作業をしてくれるんですよね。普通それでも後輩を紹介とかね。だから本当だからもう、うん、もうチョコプラとかおだすって言っても本当に本当に。長田もおやりそう、やりそう、そんな感じなんですね。はうん、でもそこから有吉の壁はまったりとかしてて、で JK ボンバーズですか、やっぱりこう。まあそうだね、あれも女子高生学校して、そこからこう食べれるようになったのは何歳ぐらいから食えるようになったんですか。いや芸人だけ、芸人のみで。いやでもコロナの、うん、コロナのちょい前ぐらいか。2019とか。あ、そう、19、18。本当にチョコプラさんが有吉の壁紹介したぐらいの時から本当にバーって来たってことですよね。この、はい、うん、だってその前まで僕らとインポッシブルさんでさ、2組で北海道営業行ったことあった。行ったわ。あった、あった。懐かしい。北海道の陸別町の真ん中ら辺の、うん、うわ、本当に空港からまた2時間ぐらいかけて。そうか。あれとんでもなかったな。うん、それでとんでもなかったな、あれ。車乗って携帯の電波入らない。入らなかったですね。で途中で熊が出てくる、注意みたいな。熊注意。熊出たらおしまいですって言われて。で。あれだね、200〜300人がいたんだけど、そうそう、知ってる人って、お祭りだったから、あ、ほぼ知らなかったですよ、ね、それ、はい、それ僕らが信じられないぐらい滑って、はい、あ、これもう芸人人生の中でも一番滑ったなっつって、はい、はけてきたら、はい、金ちゃんもう滑りすぎて目バッキバキの状態で、はい、はい、次インポッシブルさんですってなって、インポッシブルさんがネタやって、はい、それを陰で見てたんですよ、はい、目バッキバキで、はっってなって携帯取り出して、あのインポッシブルさんがめちゃくちゃ滑ってる後ろ姿を動画で回してSNS にアップした。激ヤバだなお前本当に。で自分たちが滑ってることのなんか流因を下げるという。いや
もっとダメなやつ。いや、俺あん時ちょっと受けたじゃん。あれ舞台から落ちてさ、怪我しましたね。怪我して傷口見せたら謎に受けるってやつあったし、バーってなんか飛んで傷で受けなさすぎて芸人が動き大きくなる。だからあそこの部分は俺もう撮ってなかった。終盤だったんで。なんで傷口見せて奇跡で受けるって印象操作だもん。あれやばかったよな。あれだって許可なしじゃないですか。許可なしっていうか滑ってますっていう感じではないですよ。隠し撮りだよ、ね、もちろん。文言は何？文言は、まあ、インポッシブルの営業来てますみたいな、ちょっとやばい現場ですぐらい。お前マジやばいわ。でもその時は僕らもやっぱ受けたいっていうのあったんですけど、全く受けないじゃないですか本当に。だから、まあ、どうにか他の人は、まあ、勉強のつもりですけど、袖行って他の人どんな感じなのかなと思ったら、そうですね、なんかその大きな声だけ出されてたんで、その本当にしんどかったですよね。あれ辛かったですね。もう知名度っていうのがないと、もう、なんかお笑いを見に来てるお客さんにはまだ見てくれるけど、知らないお祭りでやったらもう全く興味ないから。本当にでも俺もあの時いや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 、もう全然ダメです。はい、だってあれも7年前とか、2017とか16とかじゃないですか。だから本当に傷つきすぎて、あの飛行機の時間まで2、30分しかないのに4人でスープカレー食べた。あ、行った行ったわ、はい、ったよく覚えてんな、はい、なんか北海道来た証残そうぜって。証を残した子はマイナスのまま終わるね。このままじゃ帰れねえよなっつって、スープカレー食おうぜっつって、全然時間ないのがみんなグワーッと食って、あのスープうまかったうまかったですね。滑った時のご飯やっぱうまいよ。それしか楽しみないしな、うん、その時はもちろん2組とも全然もう食えてもないし、なんかちょろっとね、うちのガヤとか出始めたぐらいだけど、ネタ番組とか出てたけど、まあ一般の方には全然受け入れられてない。全然無力というか、あったなぁ。ありましたよ。じゃあもう今はもうあれですか、今も主な収入源というか、もう結構ガッと。でも営業とかじゃないよ。営業もあるし、営業、劇場も営業、劇場営業とかかな。SNS とか例えば YouTube とかそういうのやってないですか？ YouTube もやってはいるんだけど、全然な、うん、月一生配信やってるから。月一の生配信だけ、うん、珍しい。ちょっとね、やっていかないと、ね、YouTube も、うん、でももう2020年ぐらいからもうお笑いだけで全然食えてるってことですよね。そうだね、うん、じゃあもう本当にすごいよね。だからキングオブコントじゃなくて、そういうチョコプラさんとの縁から売れていくって、なかなかない芸人のスタイルですよ ね。しかもなんかもうヒルさんなんか、あのクニさんとかみんな、あのトレンタカシさんじゃないですけど、みんなあの辺で住んでたじゃないですか。ああそうだね、クニさんとか和田さんと奥村との3人で住んで、あれですよね、なんか引っ越すってなった時に、うん、なんかとんでもない金かかりましたよね、あれ。いやそれはこの話来る。だから2人とも、これ先に言っておきますか、2人とも結構整合なんですよ。性がお強いんですよ。だって俺昔からね、女の子に人気なかったから、逆に今女の子来ると整合なんですよ。引っ越すけど、はい、もう金ないからっつって、うちにある荷物お前んちに預けさせてくれっつって、うち俺西田に住んでた、その時ね、はいはいはい、俺が一人住んでた家に、はい、もう夜中トラックで荷物、はい、覚えてます？そうだソファーとか荷物うわーっと置きに来て、そうで、うん、姉ちゃんと二人住んだんだけど、姉ちゃんがいなくなってたから、はいはい、一部屋空いてたの、うん、そこに荷物がってやって、そうだ、引っ越さないといけないんだって、でその時にちょっと金かかるんだよなみたいな話を聞いて、なんでですかって言った時にね、うん、それが、はいはい、住んでたその部屋で、はい、当時付き合ってた彼女と、まあ、エッチなことしてて、はい、でまああの彼女のね、その大事なところをこうペロペロしてたんですけど。いいの、はい、大丈夫なの？大丈夫 YouTuber は大丈夫です。 YouTube 大丈夫ですか？何も悪いこと言ってない。みんなしてることですか？はい、みんなしてますよ、はい、じゃあペロペロしてたんですけど、はい、僕自分じゃ分かんなかったんですけど、はい、無意識でその壁蹴ってたの。ベッドの足の方ちょうど壁だったの。気持ちよくさせたすぎて、ね、壁蹴ってさっき言ってた入ろうとしてた。当たってんじゃん。当たってんの、マジで当たってんの。入ろうとしてた、一緒になろうとしてたんですね。そうテンション上がりすぎて、でそしたら、はい、である時その壁見たらこんぐらいの穴開いてて、出る時15万取られた。うわー、そん時の15万ってね、めちゃくちゃしんどいですよね。きつかったな。それがもう後輩の間ですんごい噂になってさ、はいはいはい、そうでヒルさんがもう金かかるらしいから、ごめんな金ちゃんっつって荷物だけ置かしてくれっつってごめんなっつって、ね、みんなで、うん、そうっすよね、あってそれがめっちゃおもろしよくてさ、
もうでも2人ともでもお好きですから、やっぱその芸人になってから女の子が寄ってくるようになった。いやそうよ、本当芸人になってよかったと思う、うん、だってやっぱエイジさんもやっぱ風俗伝説持ってるよ。確かに風俗持ってるよ。いいよ、あれ、あれちょっと同じ話、あれはだって全然彼女とかいない時期の話ですから、まあまあ、あれゴッドタンで俺喋ったら、おぎやはぎさんが気持ち悪いなエイジつってあの俺ウケると思って喋ったんですけど、めっちゃ惹かれて何マジ、はい、いやあの腹抱えて笑いましたけど、俺らは大好きです。いやだから、はい、その、はい、まあまあお気に入りの子がいたのよ。お気に入りの風俗の風俗お好きなんですね。好きで、で俺はそのね、好きだったんだけど、その子は辞めちゃったの。辞、うん、めちゃったけど、そのずっとなんかサイトとか行けば3サイズとかで探せるわけよ。はいはいはい。で俺はそのあの子また会いたいなとか思いながらこうね、その子を検索してた。ずっと探してる。あいないかいないかってやってたら、うん、あれってなって。あれこのおっぱい似てる。で、でその俺はその前の子、前のシャメ日記みたいなやつをたまたまスクショしてて、なんでスクショしてんの？シャメ日記スクショ、シャメ日記スクショじゃない？いやヤバいよ。でそれをそれをその交互にこうチャッ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 チャってこうみたいな、チャッ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 、脳内でこうチャッ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 ってやって、あれ一緒だってなって、こいつだって、でも顔は映ってないのよ。顔は分かんないね。でも、でも結構値段が上がってんの。あ、他の店舗行って、いやこれ違かったらどうするよとか思ったから、はい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 、でもいやもうこれはもう自分の感覚、おっぱいに対する感覚信じようと思って、はいはいはい、で予約して行ったらその子で、はい、もう見た瞬間に、あっ、あーってなって、あの子でその子が金も、いやそれ怖いよ。もういいんだけど。怖いっすよね。いや怖い怖い。また来たの。昔の店のね指名客が、何の情報交換もしてないのに。キモっていう。すっごい。結構ちょっとだけ透かしたんですよね。なんか偶然からおーみたいな。やったんですよね。透かしたの。透かす、透かしたの。透かすだろだって。そうさ、見つけてきたよ。怖すぎるだろ。そう、一回は、一回はさ、うん、その折々でこう言ってくのはいいけど、うん、折を見てね、はいはいはい、でもいきなり見つけました。怖いって、いや、それは怖い、見つかりましたよ、やばいだろ、怖い怖い怖い、そうか、あー怖い、笑うせーのってやってる。だから、だから女の子来た時は、デイさんどんな感じでしたっけ、ガチャって、あ、なんか、あ、おーみたいな、嘘くせーみたいな、嘘これ一番やあやばい、これめっちゃおもろかったですけどね、この話したら小木萩さんがキモって、女の子と同じ同じくらいテンションで、キモっ、何やそれって言ったら、ね、それぐらい風俗にねハマってたってことですよね。そうそう、やっぱえお二人ともだってご結婚はされましたっけ？してない、してない、だから彼女はいるし長く付き合ったりもするけど、振られちゃうってことですよね。そうだね。でもなんでこう順風満帆に仕事上がってきたのに振られちゃうんですか、ね、原因というか2人とも振られちゃうじゃないですか。振られたやつに聞くなよ。いやいや聞きたいじゃない。振られた人たちに聞くんじゃないよ。だって長く付き合って芸人って結婚するじゃないですか、苦楽、うん、共にしてきた。いやだから俺12年の時はマジでへこんだから、その12年付き合って、はいはいはい、でプロポーズして、はい、俺はその12年付き合った女の子にも振られるぐらいなんか魅力ないんだと思った。その芸人ってやっぱそういう魅力って大事じゃん。確かに人間力というか、はい、俺は12年も一緒にいた女の子とすら結婚できないんだと思った時に、多分あれ絶対なんか病院出たら絶対診断出てた。あ、なるほど。あ、じゃあそれぐらい落ち込んだんですか。もう夜寝れないし、あ、2年ぐらい夜寝れなかった、本当にその子が好きすぎて、好きすぎてでも忘れられなくてみたいな、うん、そう、はあ、なん結婚しようとは言って OK って言われた時もあったんですよね。そうだから だからマリッジブルー的なやつだった、うん、だからその時はお金もこれもないし、そうかそうか、あ、まあ、向こう的には不安もあって、そうそうそう、それだと思うけど、あの別れた後彼女の動向とかは知ってるんですか、どうなったとか。いや分かんないね。いやでも調べようと思えば調べられるじゃないですか、スリーサイズおっぱいとかで。いやおいなんでエッチな仕事してるんだ。12年ちゃっちゃっちゃっ、この
ちょっとなんか薄めにしてくれ。よく見つけ、探偵とかできますよ。よだって顔出してない女の子ですよ。普通、まあね、なんかスタイルとかだけど、パイで覚えてる、なかなかないですか。風俗探偵できるかも。風俗探偵できますよ。深夜番組、風俗探偵。あの子は今どこの店にみたいな。風俗探偵。私に任せてください。ヒルさんも振られちゃうんですか。振られる。もう短いね俺。1年とか2年ぐらいで、大抵求めすぎて。ああ。でも結構可愛い子と付き合いますよね。割と。うん。でも振られるね。ああ。そう。結構回数が多いんですかやっぱり。なんかこっちの。まあ。それ1日に何回もじゃないの、はい、まあ、ねっとりとしたやつを一発。なるほどなるほど。それを毎日ねっとり系だ。ねっとり系ただでさえ濃いのにさ。確かにねっとりいかれて、ね、濃ゆいな濃ゆマジ濃ゆいわ。一番薄いけど俺薄いの確かに。本当に今パッと見たらクレイジーソルトですよ本当に。薄いって言ってもね。そうだ、塩だわ。普通の塩じゃないよ。全然クレイジーですよ。濃ゆいな両隣バカ濃ゆだったわマジで。じゃあこの顔通りの性欲というか、まあそうだね、強そうには見えるじゃないですか。うん、あ強い強い、うん、はいはいはい、そうあ、じゃあそれが意外と女の子からしたら重かったりするってことかな。だから本当さっきのペロペロじゃないけど、はい、1時間ぐらいペロペロしちゃう。そうだからあのキャベツ角煮中さんのエピソードとかと一緒ですよね。もう好きす女の子が好きすぎて、うん、もう舐めすぎて女の子寝てたみたいな感じすぎてもう最後寝てたっていう。あのね、もうそれぐらい舐めて長時間にわたって舐めてた。1時間はやっぱすごいですよ。何を考えてるんですかその舐めてる時。あ、リズム。リズム何も考えてない。舐めるリズム。リズム。舐めるリズム。どうしようかなと。だからこう例えばまあこう、はい、足があって。はい違う、これじゃリズムゲームだよ。そうなんかリズムゲームしてるみたいな。俺の中でピンボールっていう技。ピンボール、あれ、こう反射してみよう。うピンボールやろう。マジおすすめやろう。酒井のピンボール最高だ。最高だ。ピンボールできるじゃん。本物ピンボール。奥さんにやった方がいいよ。本物のピンボールですか。そうで、すんなりここ行ったからって言って舐めないぞ。じゃあ、意外と見た目通りだな。その脳ではゲーム感覚。そう、ゲーム感覚、ゲーム感覚。そう見た目通りですね、やっぱり本当に性。で、りょうちゃんこう見てもあんまり性欲ないんですよ。ありそうじゃないですか。まあ、ハゲてるし、ありそうじゃないですか。あんまないし。君はあるよね、なんか結構。ね、不倫してるって。不倫してねえよ。え、してんの？してないですよ。え？ねえ、こんなとこで言うか、そんな。してないっすよ。ペロッと言うじゃん。はいはい、ちょっと不倫してるもんね。してますじゃない。お見送り芸人しんいちさんが言ったもんね。しんちゃんが不倫してることこの間飲んだでっつって。いや嘘つくなお前。一切言ってなかったらそんなこと。嘘ばっかり言うんですよ、嘘ばっかり言うんですよ。わかんねえな、どっちだろ、これ。いや、もう、でも1時間ぐらい撮りましたからね。いや、ほんとだ。めっちゃ長いんだもん。すいません、ほんとにこれもう、一つの映画ぐらいは撮ってるんでね。いや、でも本当に、今日本当な内面というか、こわ面白いコンビですよね、2人とも。怖い？いや、怖い、あった。最初の、いや、最初の。ああ、なるほど。だからやっぱりそのね、だって、占いじゃないですけど、あと、あのソフトバンクの優勝の感動のとこ見て、まさか別れるきっかけになると、それも怖いっすよ。まあ確かに、まあ、でも面白いじゃないですか、怖、まあ、面白い。一番怖いのはおっぱいだけどね。まあまた怖いよ、怖い面白い。あれが怖いよ。あれが一番怖いけど、俺あれが一番怖いっすよ。今も探してるとかないっすよ ねやめてくださいよ、今もないよ。え、サイト見ながらずっとあの時のおっぱいどこかなって探してやめてくださいいやいや、おっぱいゾンビ。おっぱい求めて。本当にすごいね、この芸風とあのこのなんつうの生い立ちが意外とギャップがないというか、リンクしてるね、そのままね。普通みんな意外と明るい人が昔暗かったとかあるんですけど、あ、割とこのままもう奇跡のコンビですよね、この2人が出会ったというか。合宿に感謝というか、まさかのね、すごい合宿で出会って NSC ってすごい場所だな、やっぱり。でもやっぱ芸人は全員やっぱインポッシブルさん好きだし、やっぱ面白いと思ってるんで、はいはい、ちょっとぜひ俺らキングオブコントをちょっと一回決勝で見たいなっていう。俺らが言っていいことじゃないだろ、賞レース激弱芸人。俺らだってここじゃないよ。あたかも賞レースで実績残したからだよ。
前にやるよ、お前に。嬉しいよ。ちょっとバカじゃん。じゃあかかるな。お前バカにしてるだろ。俺らはって俺らじゃないよ。芸人がってことよ。芸人がね。で、あと賞レースバカにするんだとかって別にもう出てない、出ないから今年から。いいんだよ、もう別に。いいよ。出ない、もう出ないですよ。宣言した。賞レースが出ないですよ、もう、はい。まだあんま意味ないんでね、本当に。そんなこと言うな、お前。意味ないんで、そんな意味ないって言ってる。あんたも意味ないんで、キングオブコント。その意味のないキングオブコント決勝みたいな。おい全然気持ちこもってないやばいよ。やばい。でも一回、本当に、キングオブコントで、丸々と戦う見たいですね。確かになんか昔のコント全部やってほしいですよね。なんかインポッシブルさんだけ決勝行ったら5本とかないんですかね。なんか一本一本単独じゃん、単独じゃん、一本一本短めにするから5本やらせてください。オムニバスを全部転換するみたいな。続きましてみたいな、はい、でも芸人視聴率は多分えぐいと思いますよ。ついに行ったみたいな、やっぱみんな応援してるんで、ちょっとぜひ、はい、頑張ります、はい、頑張りますって言ったんですけども、本当楽しみにします、はいはいはい、さあということで、はい、本日のゲストインポッシブルさん、ありがとうございました。このチャンネル見てるやつは全員クズだ。お前らはもうクズが確定してる。チャンネル登録はしたからだ。みんな俺らの収益のために寝落ちしながら垂れ流すように。というわけで次の動画はこちら。